すべての生物は代謝によってエネルギーを得る。その方法は呼吸をするか、光合成をするか、発光するかの3つだけ。発光は生物が命をつないでいくため自然界が生んだ知恵。発光力は生命力。今日は発光の魅力を伝えます。皆さんは今日の朝ごはんは何を食べましたか？味噌汁、納豆、お漬物、もしくはパンやヨーグルト、それともチーズ。実はこれらはすべて発酵食品。そう、今や発酵食品は私たちの食生活に欠かせないものになっていますね。自然界の中には微生物と呼ばれるものがたくさん存在します。この微生物の活動によって大豆が納豆になったり、牛乳がヨーグルトになったりするのです。古来多くの日本人の食生活を支えてきた発酵食品。それでは私と一緒に発酵について見ていきましょう。日本で最初の発酵食品は遡ること旧石器時代、阿波、比叡、どんぐりを原料としたお酒だと言われています。奈良時代になると今と同じような麹の発酵を利用したお酒が作られていたそうです。日本は発酵食品大国と呼ばれ、醤油、味噌や漬物、酢やみりんなど地域の気候風土に合わせ古くから伝わる発酵食品がたくさんあります。私たちの食生活に欠かせないそんな発酵食品ですが、そもそも発酵するとどんなメリットがあるのでしょう。また発酵と腐敗することの違いは、皆さん分かりますか？発酵とは実は食べ物が腐敗するのと同じことなんです。微生物の働きの違いによって人にとって良いものであれば発酵、人にとって害があれば腐敗と呼ばれているだけなのです。微生物はたくさんの酵素を持っており、この微生物に含まれる酵素が食材を発酵させていきます。微生物の働きのおかげで元々の食材にはなかった栄養価が作り出されたり、旨味が増したりしていくんです。発酵食品が健康によく美味しい理由はここにあったんです。さらに食材を発酵させる微生物には、腐敗を起こす微生物から食べ物を守る、食べ物を保存する働きもあるんです。発酵が持つ力は近年研究され、私たちの体に対して良い働きをすることが分かっています。例えばヨーグルトに含まれる乳酸菌には腸内環境を整えたり免疫力を高めたりする効果が、また納豆には発酵によって生み出される栄養成分にダイエット効果や美容・美肌効果が期待できると言われています。皆さん、発酵、そして発酵食品が持つ可能性について分かってもらえましたか？次はそんな発酵食品の中でも、ここ因島で生まれたマンダ酵素についてお話ししましょう。マンダ酵素の誕生は1984年、松浦慎五郎が23年もの歳月を費やし完成させたのが始まりです。因島で300年以上続いた日本酒の造り酒屋の11代目当主として生まれた慎五郎が、自然の不思議を解き明かし人と地球の健康に貢献したいという思いから発酵に興味を持ち、酵素の力を研究し始めます。東京農業大学で発酵について学び、因島に帰郷した後も古い酒蔵を実験室にすると日夜発酵の研究に励んだといいます。
この発酵食品で、まあ、私が作ったものはもう絶対だと思ってるんですね。もちろんそれをですね、もっと深く掘り下げて研究し、で掘り下げていくとですね、これは面白いですね、周りにものすごい無駄な研究のようなものをいっぱいしながらやっぱり深く入っていってるんですね。やっぱりこれがいい、あれがいいってことは文献も読めば読むほどで、昔のですね薬草の世界を見るとなおさら面白くなってきて、そうするとまた時間がかかるんですね。失敗を繰り返しながらも23年もの歳月を費やし、慎吾郎はようやくマンダ発酵の原点となる発酵食品マンダ酵素を作ることに成功しました。もう絶対の自信ですね。その子供ができたっていうことが分かったもんですから飲ませたんですね。いい赤ちゃんを産んでもらいたいっていうのは、そんな思いで研究してたわけですから。マンダ酵素を食べることで健やかな毎日を送り、丸々とした赤ちゃんを安産で出産。マンダ酵素の評判は瞬く間に世間に広まっていきました。私の命ですよね。酵素を褒めてもらったらもう一番人生幸せだと思ってます。発酵棟の隣にあるこの2本の木には、マンダ酵素と慎吾郎にまつわるあるエピソードが。見学の際ぜひご覧ください。松浦慎吾郎の情熱と自然の恵みを皆様の健康づくりに役立てたい、そんな思いから生まれたマンダ酵素にはこだわりがあります。マンダ酵素は53種類以上の選び抜かれた植物性原材料を配合、原材料である穀物、果物、海藻、野菜は可能な限り国内産にこだわり、海のもの、山のもの、さまざまな素材をブレンドすることで環境ごとで生き抜くパワーを備えた原材料の利点がバランスよく溶け合っています。果物の皮にはポリフェノールと言われるその抗酸化作用が応用する物質が多く含まれていたり、種の中にもいろいろな栄養成分が多く含まれております。なのでそういうところも余すことなく使うということがマンダ酵素の大きな特徴。53種類のものを一度に発酵させるものではなく、段階的に都度都度その素材を添加して発酵させるという作り方というのは世界を見ても稀有な存在だと思ってます。この因島の気候がマンダ酵素を生んだと思っておりますし、冬に寒くなりすぎることもなく夏に暑すぎることもなく温暖な気候というところは発酵には最適な環境だと思います。マンダ酵素は発酵熟成の過程で添加物や防腐剤はもちろんのこと、熱水さえも加えず自然の力に委ね、3年3ヶ月以上長期発酵熟成をしています。独自の技術で丁寧に生産されたマンダ酵素は、本当にいいものだけを召し上がっていただきたいという思いから生まれてきた製品の証です。発酵の力で生まれたマンダ酵素は健康食品はもちろん、私たちの生活を支える他の分野でも活用されているんです。バランス複合発酵食品をそのまま召し上がっていただく健康食品として、また肌の悩みを潤いで守るスキンケアとして、植物本来の力を引き出し育成を助けることを目的とした植物の肥料として、さらには穀物、果物、海藻、野菜を原料とするマンダ酵素だからこそ牛などの畜産の餌、養殖の魚の餌としても製品化されており、今後この発酵食品の力を使ったさまざまな製品の開発を研究していきます。植物が強くなるので病気になりにくい、どの作物も収穫量が増えますね。使い続けることが一番、それでいい品物ができたらね。やっぱりマンダ酵素自身可能性は十分持っていると思います。することによって生み出される成分だったりとか、まあ、取り出せるような成分があったりするので、健康食品とかスキンケア、植物用とかそういったものだけじゃなくて、お客様にその可能性をいろんな商品の形で広げていければいいかなというふうには思います。
マンダ発酵は一定の品質を保持した製品作りが認められ GMP 適合認定を取得しています。発酵の技術を世界の農業に生かしたい、そんな思いからミャンマープロジェクトを開始。苗の栽培に植物用マンダ酵素を用いるなど、現地で農法改善、栽培試験を行い、農業技術の向上に取り組んでいます。発酵の力を生きる力へと変え、人と地球の健康に貢献するマンダ発酵。お客様の健康とまっすぐ向き合い、自然の営みにしっかり寄り添う。それがマンダ発酵が守り続ける信念です。これからも発酵の可能性を信じ、多くの人の笑顔を支えていくことでしょう。発酵ハッピーマンダ発酵。